こんにちは、リベルベ大好きなリータです。パン屋リベルベの3号店が横浜日の出町駅前の日の出サクアスにオープンします。オープン日の詳細はまだ明らかになっていませんが、7月初旬を予定しているそうです。リベルベは関東を中心に28店舗を展開していたパン屋ベルベの職人たちが集まり、再スタートを切ったパン屋です。ベルベは2021年11月に全店閉店となってしまいましたが、2022年1月にリベルベとして1号店を愛好石田にオープン、その後2号店となる南大沢店を4月にオープンしました。日の出町店は日の出町駅前にあるビル日の出サクアスの1階に入居予定です。みなとみらいや横浜スタジアムにも近く、便利な立地となっています。日の出サクアスにはかつてベルベも入っていました。公式サイトの写真を見たところ、出店場所はおそらくベルベ日の出サクアス店の跡地をそのまま使うのではないかと思います。以前はカフェスペースが40席ほどあり、店内でゆったりできるスペースがあったそうです。なお日の出サクアスという名称は、ここの再開発エリアの地権者たちから提案され、投票によって決まった名前ということです。桜が咲くという動詞の咲く、水を意味するアクア、そして私たちとか明日を意味するアスを合わせた造語でサクアスになっているそうなんですね。建物の隣に大岡川という川が流れていくので、それで水を意味するアクアが入っているのかもしれません。日の出町再開発のシンボルともいえる日の出サクアスに再出発するリベルベが入るのはなんだか嬉しいものがあります。ちなみにお店から250メートルほど歩くと野毛山公園や野毛山動物園があるので、リベルベで買ったパンを持って公園にピクニックに行くというのも楽しそうですね。リベルベ公式ツイッターではパンの販売状況や混雑状況を配信しています。3号店である日の出サクアス店オープンまでの工程も随時配信されるということなので、ぜひチェックしておきたいところです。1号店2号店ともに大盛況で、オープン当初は売り切れが続いていたようです。今回はいよいよ横浜市に出店ということなので、これまで以上に行列になることは間違いなさそうです。さて今の出店ペースが続いていくと、次回は10月頃に4号店がオープンするのでしょうか。そして未だ準備中が続いているオンラインショップのスタートも今後の情報を楽しみに待ちたいと思います。このチャンネルでは今後もリベルベの情報をお伝えしていきます。もしよかったら高評価やチャンネル登録、コメントをお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。